熱く激しい戦い絵巻、前女の未来は若い力にかかっている。今回は新人選手のデビュー戦をずらり特集しお届けしよう。まずは昭和61年組と言われた世代から、前田薫と工藤恵の一戦をお届けする。
教えられた技をひたすら出すことで精一杯の戦い。前田は後にユニバーサルに移籍し、英文字の薫となって、その後ガイアで活躍。今でも現役にこだわる。工藤は前女から FMW に転出、邪道姫と称され、一時代を築いた名選手となった。